ピーター・ポマランツェフは、イギリスのジャーナリスト、著作家、t v プロデューサー。旧ソ連ウクライナの首都キエフ出身。父のイゴール・ポマランツェフの反体制的な行為のために1978年にウクライナを離れ、1980年からはイギリスに居住。中東教育を、ウェストミンスター・コート・ミュンヘンのヨーロピアンスクールで送り、その後エジンバラ大学で、 英文学とドイツ語を専攻する。2001年からロシアに渡り、シンクタンクで働いたり、EU からロシアに送り込まれたコンサルタントの助手などを務めた。2006年から2010年までテレビ局 TNT で番組制作に携わる。2011年にイギリスに戻ってからは、ジャーナリスト及び LSE のビジティングシニア、フェローなどとして活躍。 プロパガンダ論のオーソリティとみなされている。2014年の著書、n o t h i n g is True and Everything is Possible により、英国王立文学協会、オンダーチェ賞を受賞。同賞は2018年に、日本でも翻訳が刊行された。2019年の著書 This is Not Propaganda, Adventures in the War Against Reality も、ピーター・ポメランチェフの表記で翻訳されている。 ありがとうございます。